貧乏福山藩。福山藩は、主に、貧乏国、広島県東部南部、微中国南西部周辺を領有した藩。藩長は、福山城、福山市、石高、表高は十万国で、安倍や七代藩主、安倍正宏から十一万国。福山藩は、幕府が、毛利氏などの中国筋の有力とざま大名に対する、最国の鎮営として、水野勝成に、 ビンゴ地方を与えたことに橋を発する藩で、明治維新まで歴代有力な古代大,大名が敗された。関ヶ原の戦い以降、後に福山藩となるビンゴ国は秋国と共に福島正則によって領有四十九万八千国されていた。しかし、生息は有名な広島城無断集地区の都賀で、元那五年六百十九年に海域となり、 領地は分割され、秋及び、ビンゴ北部、西部は、浅野長明、十二万国に与えられ、ビンゴ南部には、徳川家康のいとこで、大阪の陣では、後藤元寺を破るなど卓越した戦歴を持つ水野、勝成が、大和国軍産、半、六万国から四万国の仮像を受けて十万国で、入宝することになった。当初の領地構成は、ビンゴ国の不活軍、 アナ軍、沼熊軍、人石軍、品地軍、足田の軍、備中国の小田軍、四月軍のそれぞれ大半であった。現在の行政区分では、福山市全域と尾道市の東部、府中市全域、三次市や昭原市の南部、笠岡市や茨城の西部、人石高原町の大半である。勝成は入法と同時に、福山城と城下町の建設に着手し、 福山城は4年近い歳月を費やし、元那8年、1622年に完成した。また、勝成は、神殿開発や、灌外事業、産業育成を行うなど、領内の経営に努め、反省の基礎を築いた。寛永3年、1626年には、勝成の14位した昇進により、福山藩領は、相模国愛公軍厚木村、 現在の神奈川県厚木市に飛び木宣告の画像を、結計十万宣告となった。官営十五年、1638年の島原の乱において、勝成及びこの勝都市、孫の勝貞率いる福山藩平約六千人は、幕府上司を除き九州の大名以外で唯一、幕府軍に参戦した。翌十六年、1639年に勝成は隠居したが、 その後も隠居量、二万国のほとんどを神殿開発や、用水路の整備に費やしたという。慶安4年、1651年の勝成の死後、勝都市、勝貞、勝市と、俗久は勝成の政策は、基本的に踏襲され、福山藩は着々と発展を遂げていき、藩成立当初に、農民全体の7割以上であった、小作民もほぼ例となったこの間に、 国高は約3万国増加した。しかし、元六十年、1697年少主の休止により、生後感もなくで、後を継いだ古代、マサルシンが、元六十一年、1698年に、わずか2歳で死去し水野家は海域となった。これに対し一部の藩士や領民は、水野家の存続を求めて、福山城に牢城する動きを見せるが、 家臣の説得により間もなく沈まったという。水野氏は名門のゆえで勝成の孫、水野勝長が、能登国に下に藩一万国に取り立てられ加盟は存続された。水野家の断絶により、福山藩領は一時天領となり、幕府から大官三人が派遣された。大官所は、城下東端の三好町に置かれ、三吉陣や福山城の城番は、 佐ぬ国丸亀藩の藩主、京国高持、縫い殿が務めた。同時に、幕府は厚木村を除く、領内全地域の県地、原独県地を明治岡山藩から県地団、約2400人が送り込まれた。この結果、水の時代の増産や、県地の厳格化、尺度の変更による面積の水増しなどより、福山藩の国高は、約15万国と査定された。 この検知以前の国高は約13万2800国だったので、実質的には平均で約10%の増税ということになる。元禄十三年、1700年、では国山形藩の松平忠正が10万国で入法することになった。これは、元禄検知で査定された旧福山藩領の15万国から5万国、分、織田軍、四木軍、陣石軍、 コ野ヌ穴アナ軍の一の領地を削ったもので、実質的には、水の時代より7割弱の国高でしかなく、他国の表高10万国と比べて少なめであった。削減分の領地は引き続き天領とされ、神石郡、コ野ヌ穴アナ軍は上下人や、広島県府中市が、大田郡、七木郡は笠岡人や、岡山県笠岡市が置かれた。ただ政は、 受領から九年後の法営六年、1709年に、福山に入るが、わずか一年後の法営七年、1710年に、再び、伊勢国和那藩に天法となった。松平忠宮日の天法から間もなく、下屋国宇都宮藩、十万国から安倍政国が十万国で、入法する。以後、安倍氏は、廃藩地権まで十代百六十一年間、在封することになった。 この間、老中を四人、大阪城代を一人排出する。特に七代藩主、安倍正宏はわずか二十五歳で、老中主座に就任し、日米和親条約を締結するなど著名である。しかし、安倍氏は、代々幕閣の中枢を目指したため、歴代藩主のほとんどは、江戸城府で領内に在住することは稀であった。また、このために、安倍氏は、他の大名に比べ多くの経費を必要とし、 また先の検知により、厳しい査定を受けての十万国であったため歴代を通じて財政状況は極めて悪く、たびたびの一揆を招くことにもなった。中でも、領内全域を巻き込んだ天命の一揆は、安倍や道次門などの書物に描かれて、全国的に名を知られた、水の時代に一揆の発生した記録は一度もない。また、重税や飢金により没落する農民も多く、 田畑所有の河川化が進み幕末までに多くの効能が出現した。反省において、安倍氏は基本的に両国の経営に関心が薄いこともあり、財政の緊縮に重きが置かれ、水野氏のような大規模な開発は行われなくなる。幕末には、福山沖で広大な神殿の開発が始まるが、勘前に明治を迎えた。嘉永5年、1852年には、 安倍正宏が江戸城西の丸造営を指揮した孔により一万国が加増され、国高は計十一万国となった。この時加えられた領地は水野家排泄時に天領とされた穴軍、神石軍、質月軍のそれぞれ一部である。安倍氏は教育の面においては、天明六年、1786年4代、安倍正友が藩抗、行動館を開き、安倍正宏は、 カエー6年、1853年に福山と江戸に新たな藩校行、主義行き観を開くなど目覚ましいものがあった。このため幕末までに福山藩から菅茶山や雷山陽を、はじめ多くの人物が排出されることにな。現時元年、1864年福山藩は幕府に長州政党への参加を命じられ、藩主、安倍正方は、藩兵約6000人を率いて、 広島に進軍するが幕府と長州藩との間に和睦が成立して引き返した。また、慶応元年1866年末には第二次長州征伐に参加のため参院を目指して出陣した途中政法は体調を崩し式を過労内藤各衛門に委ねる。ちなみに、この出兵の準備中に福山城内に保管していた火薬が大爆発して、 矢倉三棟が失われている。そして翌年6月17日福山藩は岩見国増田において大村増次郎を率いる長州軍と戦闘を繰り広げ、敗走する。これは福山藩にとって島原の乱依頼日に230年ぶりの戦闘であった。その後、幕府側の諸藩は敗走を重ね逐次撤退を開始したため、福山藩も7月23日に、 福山へと帰還した。これらの戦によってそうでなくとも厳しい犯罪制は破綻同然まで追い込まれるが、一方で財政立て直しの切り札として、慶応元年、1865年から、福山沖で、半史上最大の大新果て、約320ヘクタール造成が解される。この事業は前日の第二次長州征伐参加の準備で中断されるが、慶応三年、 1867年に刊行する。しかし、地質の改良が進み実際に収穫が得られるのは明治になってからであった。犯罪性は講述する。明治維新の初戦等でさらに悪化し、廃藩地県までに破綻状態に陥ることになる。大政奉還の後、慶応4年に1月9日、新歴1868年2月2日、福山城が、 次、杉孫七郎を率いる長州軍によって、追記以来初めての攻撃を受けることになった。まず、今ず、松永町に進駐した長州軍は部隊を三手に分け、北、西、南からそれぞれに、福山を目指した。これに対し福山藩は強順の意を示すが上下に、迫った長州軍は、北本城の窓か寺支持を占拠した砲方にいる砲撃を、手始めに、 本格的な向上を開始しようとする。しかし、福山藩の実質的な首脳であった受学者の関藤、当院や家老、三浦義立の奔走により、藩主、安倍正方が直前に病死したため藩主不在であった。長州軍は、福山藩の教順を認め、貧乏から撤兵した。こうして福山は、戦火から免れることになったが、この後、皮肉にも、 かつて幕府から西国への抑えを期待されていたはずの福山藩が西国と座間大名を中心とした新政府軍の先兵として自身の父親の故郷の藩出身である江本武明率いる旧幕府軍と戦うことになる。明治元年1868年になると新政府から伊予国松山、張間国西宮、大阪府天保山と八木早に出兵を命じられる。 こうした中、西方の死去を隠蔽し、帰国広島藩から藩主、浅野長君の弟、安倍正武が、聖の養子として重大藩主に迎えられた。正垣は、藩主就任直後に、江戸函館への出兵を命じられ、藩兵約500人が新政府軍に加わり函館、戦争で戦った。しかし、福山藩兵は70村の戦いで、江野本軍に撃退され、 青森まで配送する。その後再び戦列に加わり、函館総攻撃では千代が丘放題を攻略した。この戦による福山藩兵の損害は死者25人、負傷者28人であった。明治2年1869年正垣は藩籍奉還により福山地藩寺に就任し、明治4年1871年旧福山藩領は、 廃藩置県により、福山県となった。ここに、ビンゴ福山藩は消滅するが、それでも、元幕府府大の組織は、免れることはできず、深津県、小田県、岡山県と短期間に、強引な県名、県域の変更が繰り返され、最終的には、明治9年、1876年に、ご地域の旧福山藩領が、広島県へと移管されることになった。 不代十万千国、1619年から1698年、1698年から1700年、不代十万国、1700年から1710年、不代十万国、1710年から1871年7代、正広より11万国、上記のほか、明治新後に、釧路国はショロ軍、シラヌカ軍、アカン軍を管轄した、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。